緊急事態宣言の全面解除を受けまして、オフラインでのお仕事を再開させていただきました。今日はそのあたりのお話をゆるゆるとさせていただきます。黒木慎之介の人生宝探し TV、 人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。元一部上場企業のシステムエンジニア、元人気ラジオパーソナリティ、生来のスピリチュアルな感性とロジカルシンキング、あなたに魂の解放と素敵な未来をお届けいたします。これまで僕は、オンラインのお仕事とオフラインのお仕事半分半分の割合でやってきましたけれどもね、3月以降からオフラインのお仕事がねずっと低迷、ゼロになっていましてですね、オンラインのお仕事のみに、特化していました。新型コロナウイルスの影響によってね、いろいろとね、ワークライフバランスもね、変えざるを得ない、ような、シチュエーションになってきていますけれども、いろいろ考えましたところ、オフラインでやってきていた、セミナーとか、個人セッションのうちの、一部をね残して、オフラインでできる、オンラインでできるお仕事はね全部オンラインに、していこうと、で、一部だけ、オフラインで残していこうっていう形で、まとめていきました。その中で、能力覚醒、アビリティアウェイクニングのコースだけは、エネルギーワークを行いますのでね、どうしてもオンラインではねやりにくいなっていうことでね、オフラインの方が効果が出やすいだろうなっていうことで、考えた末、これだけは、オフラインでね残していこうとね、実際に皆さんと、フェイスとフェイスで、顔を合わせてやっていきたいなっていうふうに思いました。それ以外のお仕事はもうすべてオンラインでやっていこうと思っています。アビリティアウェイクニング能力覚醒コース、3月以降、中断していましたけれども、6月から再開、そして体験会も6月から再開していこうということでね、やらせていただいています。で、久しぶりに、お会いした皆様とお話をさせていただいてですね、やっぱり自粛期間中に、いろんなストレスを感じられたりとか、あるいはお仕事上で変化を感じられたりとか、あるいは家族関係がね、いろいろこう、感情をかき立てられたりとかね、そういったことがあったんじゃないかなっていうふうにね、お話を、お聞きしました。全体的に、皆さんね、総じて、ストレスとかね、感情がね、たくさん溜まっていて、解消したいなっていう気持ちがね、あったんじゃないかなと思いますのでね、早速お役に立てて、とても良、かったです。皆さんの、お悩みの、トップはやはり、お金とかね、お仕事についてのことが多かったです。そしてその次に、人間関係とかね、家族関係ですよね。やっぱりその普段、お仕事とかでね、顔を合わせる時間って一日のうちで一部だけだったかもしれないけれども、この自粛期間中は、お子さんとかね、ご主人とかね、ずっと一緒に顔を合わせていなきゃいけないということで、いろんなね、皆さんの、それぞれのストレスがね、溜まっていくと、それぞれやりたいことがそれぞれあって、顔を合わせているとね、やっぱりうまくいかないこともあったりしますのでね、そういったことで、ストレスが溜まっているっていう感じでね、お話をお聞きしました。そしてお悩みの中でね、多くお聞きしたのが、病気の症状ですよね。病気の症状が出てきていて、今までだましだまし頑張ってきたんだけれども、ついに、入院しなきゃいけなくなったとかね、会社辞めるかどうしようか迷っていますみたいなご相談もね、少なからずありました。これもすごく大きな、傾向かなというふうに思いました。すべてのお悩みのね、根本的な原因、突き詰めていくと人間関係が原因しているっていうようなねことをおっしゃってる方もいらっしゃいますけれども、人間関係のね、トラブルが発生する原因の、多くは、コミュニケーション不足が、影響しているんじゃないかなと思います。あの人は、あんな風に思ってるんじゃないだろうかとかね、特にその話し合ったわけではないんだけれども、きっとあいつはこんな風に思ってるに違いないみたいなことでね、どうせ言っても聞いてくれないみたいなね、そういうことを自分の中で決め込んでいて、あいつと話をするわけではなく、どんどんトラブルに、向かっていくっていうようなね、そういう傾向があるんじゃないかなと思います。人間同士ね、顔を合わせて話し合えば、分かることもあると思いますのでね、ぜひ、コミュニケーションをね、どうせ聞いてくれないとかね、
言ってもわからないだろうとかね、どうせこういうふうに思ってるに違いないとかね、そういうふうなことではなくて、なんかね、話し合ってみるとね、分かり合えることがあるかもしれませんのでね、ぜひ、諦めないで、コミュニケーションをね、取るようにしてみたらいかがでしょうか。そして、お金とかね、お仕事、そして、病ということになると、こう突き詰めると、命の危険を感じるようなことだと思うんですよね。我々人間っていうのは、命の危険を感じるようなことがあった時に初めて自分とね深く向き合うようなね、真剣に向き合うとかね、いうことに、つながっていくと思いますのでね、ぜひこういう機会、こういう期間の間に、自分とね、これまで見てこなかった、見ようとしていなかったね、自分の内側に、フォーカスをして、自分の感情に、意識を向けてみられるといかがかなと思います。以前からね、別の動画でもお話しさせていただいてますけれども、新型コロナウイルスのね、フェーズを3つに分けて僕は考えています。1つ目、ロックダウン。そして2つ目、ウィズコロナ。そして3つ目、アフターコロナ。ということで、この、3つのフェーズで考えています。1つ目のロックダウンっていうのはね、日本でいうと緊急事態宣言のことですけれども、この度、緊急事態宣言全国で、全面解除という形になりましたので、これからは、ウィズコロナ、2番目のウィズコロナのフェーズになってくるかなと思います。そして3番目のアフターコロナのフェーズに入るのは、おそらく2022年になるんじゃないかなというふうに考えています。ですので、これから、半年、1年、2年くらいの間は、コロナウイルスと、共存していくっていうね、コロナウイルスがあるのは分かっているんだけれども、その中で、社会生活をね、行っていきましょうというフェーズになってくるんじゃないかなと考えています。人によっては、この先1ヶ月2ヶ月なんとか乗り切れば、元の生活に戻るんじゃないかなというふうに、考えられている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それっていうのは個人的にはすごく甘い考えかなと思います。元の生活にはね、もう戻らないっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思いますのでね、甘い考えはね捨てられて、少なくとも半年、そして1年2年ぐらいは、この状況が変わらずあると。日本だけ見ていると、結構ね、状況は、なんて言いますかね、状況は、良い方向に向かってるんじゃないかなと思うかもしれないけれども、世界全体を見てみると、まだまだね、予断を許さない、海外旅行なんてね、もってのほかだっていうね、ことが、この今後もずっと続いていくんじゃないかなと思います。何よりもね、人命が何より大事ですよね。ですので、人の命をね、何よりも優先するために、ロックダウン、緊急事態宣言が発令されて、医療がね、パンクしないように、尽力されてきたと思うんですけれどもね、ある程度見通しが立ったということで、緊急事態宣言も全面解除ということで、これからは、経済も回していきましょうってね、もう回さなきゃね、いつまでも政府からの補助金をもらって当てにして、生きていくわけにはいかないと思うんですよね。半年1年なんてね、ずっとこう国民が、毎月、補助金を目当てに生きていたら、結構ね、国としては破綻していくのかなと思いますのでね、経済も回しつつ、様子を、これから共存共栄していきましょうっていうようなフェーズ、ウィズコロナのフェーズに移っていくのかなと思います。で、このコロナの自粛期間中にも、オンラインでね、人生相談を引き続きずっと続けていたんですけれども、皆様からいただく、ご相談の内容がね、以前と比べると少しすごく変わってきてるなっていう感じにね、感じていますので、その辺のお話もさせていただくと、いただこうと思います。で、一番大きく変わってるなと思うのは、自分に正直に生きていないと、生きていくことができない。言い換えると、成功の定義がね、変わってきているっていうふうにすごく感じています。で、一つ例え話をさせていただきます。ここに、100人の人間がいます。で、目の前に1億円があります。で、争奪しましょうというようなことがありました。で、二つグループがありましてね、一つ目のグループは、100人のうちのね、1番を決めて、1番が総取り、1億円を総取りして、行きましょう、みたいな感じのルールになって、1番が決まっていくっていうようなね、こう、なんか、いろいろね、戦いながら、1番になった人が、1億円を総取りしましょうっていうようなルールになりました。
そして2番目のグループは、全然全く違う考え方で、1億円をね、100人で割って1人100万円ずつ、支給していきましょうっていうようなね、考え方になりました。そして100万円ずつ、全員に行き渡るように、最もね、最適な、ソリューション問題解決法をね、提案した人、が、栄誉を与えられました。要はそのお金的にね、お金はその一人100万円ってみんな平等なんだけれども、その一番、いいプランを考えた人に、一番ねいい、栄誉を与えましょうと、まあ、だから人気者になりますよというようなことですよね。で、一番目にご説明させていただいた、一人が総取りするっていう、一人が1億円総取りするっていうプラン、パターンのグループと、二番目の、みんなで平等に、公平にね、100万円、1億円を100人で等分して、100万円ずつ、得るようにしましょうっていうね、プラン。で、今の時代は、どちらが成功者と呼ばれているかというと、実は二番目のプランの人たちなんですよね。少し前までは、一人のね、勝者がね、褒め立てられるっていうようなね、時代だったかもしれないけれども、実は、これから今の時代っていうのは、みんなにね、みんなを幸せにする人が、成功者っていうふうにね、自分自身もそう思うし、周りからもそう思われるっていうような、そういう時代に切り替わってきているということですね。昔話の猿カニ合戦ってありますよね。その中で、猿とカニがね、一緒にいるから不幸なことが起こるんじゃないかなとね、考えています。カニにとってはね、猿と一緒にいるとね、搾取されるばかりで不幸なばっかりじゃないですか。だけれども猿からするとなんかカニから搾取 し放題なわけだから、非常に、幸せですよね。で、そういうことっていうのは、例えば会社とかね、社会の中でもね、誰かの成功が別の誰かの犠牲の上に成り立っているみたいなことがね、実際に行われていることって結構少なくないんじゃないかなと思います。で、これまでの時代だと正直者はバカを見てうまく搾取した方が勝者、成功者だっていう風にね、なってたかもしれないけれども、これからの時代っていうのは、みんなでね、幸せに分かち合っていきましょうっていうようなことをね、進めていく、それを、プランニングしたりね、リードしていくような人が、成功者っていう風にね、言われるような時代になってきているなっていう風にね、すごくこの数ヶ月の間にね、すごくそういう風に人々の意識が変わっていってるなっていう風にね、感じましたので、この動画でね、皆さんにお伝えしていこうと思いました。で、結論、今日のアドバイスとしては、ご自分自身にね、誠実に生きてください。そして人に優しくしてあげてくださいということを、お伝えさせていただいて、今日は終了させていただきます。今日もありがとうございました。今日はこの辺で、さようなら。黒木慎之介の人生宝探し TV、 人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。